文学作品1分紹介、今回は井伏鱒二の山椒魚です。山椒魚は悲しんだ。彼は頭が大きくなりすぎて住処の岩屋から出られなくなってしまったのです。山椒魚はメダカや小エビを見てはその不自由さや愚かさを蔑みますが、自分の境遇を顧みて寒いほど一人ぼっちだとすすり泣きます。そうして心のひねくれた山椒魚は迷い込んできたカエルを閉じ込めてしまいます。カエルは岩壁をよじ登り岩のへこみに入りました。一生涯ここに閉じ込めてやるという山椒魚にカエルは俺は平気だと強がります。そうして2年が経ちました。カエルは弱ってとうとう短足を漏らし、山椒魚は降りてくるように促しますが、カエルは空腹で動けなくなっていました。今どういうことを考えているかと聞かれたカエルは、今でも別にお前のことを怒ってはいないんだと答えるのでした。孤立した人間の悲しみを感じさせます。皆さんもぜひ読んでください。ご視聴ありがとうございました。今回はトラジンタンでした。